春のマイル王決定戦安田記念 G1 へと続く重要なレースと位置づけられ、テイルダービー強カラット G3 が31日土曜日に中山競馬場で開催される。今年もマイル王を目指す快速自慢たちが顔を揃えたが、ハンデキャップレースということもあり、人気薄の馬が上位に進出することも少なくないため、荒れることも多いレースとして知られている。今回はその難解なレースを読み解くべく、現場関係者より仕入れた、国技ネタの中から選出した有力馬の情報を紹介していこう。ここで復活が期待されるのが、グレーターロ。ドン、オス6歳、ミホ、大竹正弘厩舎、だ。昨年は重賞に挑戦するも勝利を挙げることはできず、さらに暮れには OP。クラスのディセンバー S で圧倒的一番人気に支持されるもまさかの3着。不穏な終わり方で1年を締めくくることになった。今年の指導は東京新聞杯 G3。ここで陣営は長らく相棒だった田辺弘信騎手との他。服を解消して、鞍上に川田優雅騎手を起用。心機一転で構想が期待されたものの結果は9着と惨敗。かつて誰もが重賞制覇を夢見た、あの層には未だ失われたままとなっている。今回は田辺騎手を鞍上に戻して出走。もともと田辺騎手からグレーターロンドンが離れたのは、ディセンバー S での配送を、陣営が問題視したから、とも言われている。それで自走からは川田騎手へスイッチ。だけど、あの惨敗だからね。改めてオーナーも、田辺が一番だと感じた、という話もあるよ。今回は前目の競馬をする馬たちが揃って、いるのでレースの流れは早くなりそう。後方一騎が武器のグレーターロンドンにとって美味しい展開になるかもしれないね。現場記者、グレーターロンドンと田辺騎手は復活を遂げ、悲願の重賞制覇を達成することができるのだろうか。